本校は、マラウイの国際関係について扱う。マラウイの初代大統領である、ヘイスティングズ・カムズ・バンダは、親欧米路線の外交政策を行い、第二代大統領であるバキリムルジもそれを踏襲した。現在の、第三代大統領、ビングはムタリカ政権も、同様の路線を引き継いでおり、主要な欧米諸国諸国との間に、良好な外交関係を維持している。 一方で、アパルトヘイト時代を通じて、南アフリカ共和国と密接な外交を結んでいたため、かつては他のアフリカ諸国とは緊張関係にあった。1994年のアパルトヘイトの崩壊以降、マラウイは他のアフリカ諸国との関係を深めていき、現在はすべてのアフリカ諸国との間に、堅固な外交関係を結んでいる。 マラウイに対する主要な増与国は以下の通り。なお、並び順はアルファベットによる。また、他国間援助を行う機関では、世界銀行、国際通貨基金、欧州連合、アフリカ開発銀行、国際連合などから支援を受けている。2001年、マラウイは南部アフリカ開発共同体の議長国に就任した。当時のマラウイ大統領であった、ムルジは、 テロに反対する世界的連帯やジンバブエにおける土地改革問題などの諸懸案に関し積極的な役割を果たした。マラウイは1975年の第一次ロメ、協定時点からのアフリカカリブ海太平洋諸国の一員でありコトヌー協定にも調印している。この協定は欧州共同体欧州連合とアフリカ西インド諸島 太平洋の77カ国による77カ国グループとの間に結ばれた貿易に関する協定である。マラウイでは成人の10%近くが HIV に感染しているために孤児が増加しており、風など多くの団体が啓蒙活動や医療活動を行っている。ユネスコにより、マラウイことチョンゴニーの岩江地域の2カ所が世界遺産に登録されている。この写真は、 マラウイ湖国立公園である。マラウイで活動するユニセフ食料支援を受けるリロングウェ近郊の住民。マラウイは以下の国際組織に所属している。以下に各国ごとの外交関係について記す。日本はマラウイに経済支援を行っている主要な国家の一つであり、2003年度の経済協力実績は31億4100万で、 世界第3位、2007年度は40億2900万で世界第5位となっている。また、1973年から青年海外協力隊の派遣が行われており、現在までに1300人の隊員がボランティア活動を行っているほか、1983年には同協力隊 OBOG らによって日本マラウイ協会が設立されている。 1992年2月6日には、ジマニカザミラを、初代中日大使として、中日マラウイ大使館が東京に開設されている。なお、長年にわたり、マラウイには、日本大使館が置かれておらず、隣国のザンビア大使館が業務を兼任していたが、2008年1月に、首都のリロングウェにザイマラウイ日本国大使館が、開設された。 初代大統領のバンダは1967年に台湾を国家として承認し、長らく国交を続けていた。しかし、2008年1月に中華人民共和国との国交を結んだため、台湾との国交は断絶した。モザンビークの場所、マラウイ南部を取り巻くような形で国境を接している。1985年から1995年にかけて、 マラウイは100万人を超えるモザンビークからの難民を受け入れた。この多数の難民はマラウイの財政に大きな負担を与えたことからマラウイ政府は各国政府や国際機関から大規模な援助を受けた。なお、この難民はモザンビーク内戦の終結後にモザンビークへ帰還することができた。ルワンダの場所、中部アフリカに位置する。 コンゴ民主共和国の場所、中部アフリカに位置する。1996年には、マラウイは、ルワンダとコンゴ共和国から、若干の亡命希望者を受け入れた。マラウイ政府は亡命希望者を見捨てなかったが、第一次被護国の原則を発動した。この原則のため、他の国に対し先に亡命を希望した者や実際に亡命した者は、 その後マラウイへの亡命が許可されなかった。なお、マラウイへ亡命希望した難民に対する本国への強制相関令は報告されていない。南アフリカ共和国の場所、アフリカ大陸最南部に位置する国家である。1967年、マラウイは南アフリカ共和国と正式な国交関係を樹立した。これは南部アフリカの独立国としては、 初めての例となった。1964年にマラウイはイギリスからの独立を果たしたが、独立後も南アフリカ共和国の鉱山へ、マラウイ人の労働者輸出という植民地支配的な構造が続いていた。このような政治的、財政的背景をヘースティングズ・カムズ・バンダが判断した結果、マラウイは1994年にネルソン・マンデラが選挙で選出されるまで、 白人の支配下にあった南アフリカ共和国と親密な関係を維持し続けたアフリカで唯一の国家となった。マラウイ人は南アフリカ共和国の鉱山業界において技術と労働規律、そして温厚な気質から優れた労働者であるとみなされている。しかし、1988年から1992年の期間には、 1> 約1万3000人のマラウイ人で稼ぎ労働者が南アフリカ共和国からマラウイへ強制送還された。この強制送還は公式には200人のマラウイ人が過去2年間で HIV 陽性であったことが原因とされているが一般的には南アフリカの鉱山業界の財政的危機のために労働者を削減することで 経費節減する必要があったためと考えられている。南アフリカ共和国とマラウイはいずれも1994年に民主的選挙を初めて行い、それ以降は外交関係を一層深めている。2008年に両国政府は安全保障協力の強化を通じ両国間の関係を強化するための覚書に調印した。タンザニアの場所。 マラウイ北部で国境を接している。マラウイ湖の領有権をめぐり、マラウイとタンザニアの間には、対立が生じている。1994年までの一党独裁体制から、民主的な複数正当性への移行に関して、アメリカは尽力し、その後も協力を行っている。また、かなりの数のマラウイ人がアメリカへ留学している。さらに、マラウイ国内において、 平和部隊プログラム、アメリカ疾病予防管理センター、アメリカ保険社会福祉省、アメリカ合衆国国際開発庁などが支援活動を行っている。カナダの首都であるオタワには高等弁務官事務所が置かれていたが2005年9月30日に閉鎖されている。現在はアメリカの大使館が業務を兼任している。ありがとうございます。